色持ちさせたいんだったらやっぱりこういう熱のアイロンをちょっと少なくしたりとか、先にリンスしてシャンプーしてリンスするとか、なんかちょっとしたのが必要です。今色ですね、アッシュブラックの感じでちょっと暗めに染めたんですけど、ブリーチ何回かしてるんですけど、それを、就活用にちょっと暗くしました。暗いなとかですね、少し明るさを足したいなっていう場合に使うカラー剤にもよるんですけど、ちょっと明るくする方法があります。ちょっとやってみますね。僕はこのアイロンを使うんですけど、これで220度に設定をします。ラディアントっていうアイロンなんですけど、これ220度に設定して、一回当ててみないと大体どれぐらいの熱でっていうのが分かんないので、一回ちょっと当ててみて、あまり色取れちゃうとせっかく染めたので、まあこれちょっとメッシュが入ったのはその動画で分かるかちょっと分かんないけど、ここに今メッシュを入れました。でちょっと就活があるんでもっと明るくはなるんですけど、あんまりちょっとやっちゃうと暗くした意味がなくなっちゃうので、でも彼女はちょっとここで結ぶからいいよね。ここで結んで、ここになんかちょっとこう止めて分かんなくするので、毛先の方が多少グラで明るくなってもいいかなと思います。で止めると結構危ないんで、危ないというか色が結構出ちゃうので、毛先の方がいいんですけど、そう結構なってるんです。実はよく見たら普段だったら全然いけるけど、ちょっと今回はあるかな。でこのようにちょっと入れていくんですが、ポイントがあって、これ横で入れちゃうと、正確に言うと正三角形じゃなくて、ちょっと二等辺三角形みたいな感じのチップを取った方がより自然にこうなっていくんですけど、横面でやっちゃうと結構バツって入っちゃうんで、あんまかっこよくないですよね。なので僕はまあ手でこう分け取って、いつも縦でアイロンは縦で入れちゃうんですけど、でアイロンをちょっと振ることによって熱酸化します。で色が出てくるんで、このようにちょっと出てきます。でバランスを見ながら、デザインとしてカラーのデザイン、まあ、今メッシュは入れてないんですけど、メッシュ入れた時でもやるとすごい綺麗になります。さらにウィービングが入った感じになるんで、よりかっこよくなる。で結構中からこう出てくるぐらいの方が伸びてきた時綺麗なんで、今日はちょっと就活もあるから、なんか表面の方はあんまり入れないで、すごい自然な感じに中から入れたいと思います。なんでアイロンは縦ですね、縦に入れてやっていくのがいいです。ちょっと時間がないので指でちょっと取っちゃうんですけど、毛先の方はちょっと時間を置いても大丈夫なんですけど、あんまり置くと色剥がれちゃって結構な明るさになっちゃうんで気をつけてください。例えば、結構ゆっくりやって結構色を明るくして、例えば14トーンぐらいに明るくしたとしますよね。でその隣に11とか入れていくと、特にコントラストが出るんで、アイロンの、入れ方とかでちょっとより違うコントラスト2トーンぐらいちょっと再度変えてみたりとかすると、より自然な感じになっていきます。で入れちゃダメなのは表面は絶対入れない方がいいんで、表面はあんまり入れないの方がいいです。あと根元側がね、結構入れると赤っぽく出やすかったりするんで、メラミン色素がまだしっかりしてるので、結構根元側はあんま入れない方が僕はいいと思います。で途中でちょっとバーンって色が出過ぎちゃう時あるんで、その時一回外した方がいいですね、危ないので。でそこの出過ぎちゃったところを今度つなげていくような感じにした方がより自然になるので、危ないなと思ったらアイロンを一回離した方が僕はいいかなと思います。
で毛先の方は結構厚めに取っちゃってもいいと思うんで、毛先の方は結構縦にすら厚めに取って、もう根元の方はやんないようにして毛先だけをちょっとプレスして横から、縦から横に持っていくと本当毛先の方ぐらいになるのでより綺麗なカラーになります。なんで逆を言うと、あの小手巻きとかめっちゃする人とかっていうのは色が変えて抜けやすいですね、アッシュとか。なんで結構ハイトーンのブリーチしてる系に明るいなんかグレーとか白っぽい色とか入れた時に色持ちさせたいんだったら、やっぱりこういう熱のアイロンをちょっと少なくしたりとか、先にリンスしてシャンプーしてリンスするとか、なんかちょっとした工夫が必要です。で今こんな見えてるかな、こんな感じになってます。でちょっと足りないなと思うところをちょっと足していきますね。こんな感じに毛先の方はちょっとボールに入れるといいです。